皆さんおはようございます,ご,いますご出席をいただき誠にありがとうございます。出席員16名であります。これより予算特別委員会を開きます。宣令により記録署名員を委員長から指名いたします。林委員、稲葉委員、以上の方にお願いいたします。それれではこれより 負託議案の審査を行います今次定例会において本委員会に審査を付託されました議案は県第1号議案令和3年度広島県一般会計予算など17件でありますこれら議案を一括して議題といたしますこれより質疑を行いますが前回の委員会で申し上げましたように 発言時間の計測は、委員長席および質問席の残時間表示計によることとし、午前、午後、それぞれ各会派の持ち時間が終了しますと、質問席のランプが点滅をいたします。なお、答弁も発言時間に含まれていますので、答弁は簡潔にお願いをいたします。また、 答弁のために自席から移動する際も速やかな移動を励行してくださいそれでは通告者に順次発言を許します井出原委員皆さんおはようございます 自由民主党広島県会議員連盟の井出原正直でございます。本日は予算特別委員会におきまして質問の機会を与えていただき、委員長はじめ先輩同僚議員の皆様に心より感謝を申し上げます。さて、昨年10月に策定した安心・誇り・挑戦広島ビジョンの初年度となる令和3年度の予算編成を見ますと、新型コロナ感染防止対策や医療提供体制の確保、 事業の継続や雇用維持などの経済活動を支える事業に取り組むこととされています一方で新型コロナの影響などによる県税の収入の大幅な減少が見込まれるなどまあ、大変厳しい財政状況であることから一般財源の確保に向け見直しを図り25億円を年出をされていますまた今後は高齢化の進展等により社会保障関係費の増加などに加え 新型コロナの影響による経済の低迷により県税収入が大幅に減少することが予想をされます県が今年度を示した今後の財政収支見通しについてにおけるリスクシナリオでは県税収入等の見込みが令和元年度の水準まで回復するまで8年間かかると見通しを示されており 財政状況はささらに厳しさを増すことが見込ままれています、まあ、こうした厳しい中においても、新たなビジョンに掲げる目指す姿を実現していくために、施策や事業等のプライオリティや、費用対効果の検証、評価を行い、県政発展に必要な施策に対して、限りある経営資源を集中的に投下しなければなりません。まさに湯崎知事の言われている、 最初の経費で最大の効果を上げるという基本方針のもと、選択と集中を図りながら施策を推進していくことは待ったなしの状況であります。そこで、これから質問する施策に関しては、最初の経費で最大の効果を発揮できたのかどうかを検証した上で、選択と集中を図る取り組みがなされるべきであると思います。 本日はその視点で質問をしたいと思いますので、執行部の皆様には明瞭な答弁をお願いをいたします。最初の質問は、朝ごはん推進モデル事業についてであります。県では、県内のすべての子どもたちが朝食を食べることができる環境を整備をし、子どもの能力と可能性を高める基礎となる生活習慣を身につけてもらうため、 平成30年度からこのモデル事業に取り組ままれています現在、この事業では、モデル校での朝食提供を継続し、運営体制や遅刻の状況、児童の学校生活での変化などを調査をし、成果の検証を行うとともに、市長、社会福祉協議会と連携をして、すべての子どもが朝食を食べることができる環境を整えるための仕組みの構築、いわば 全県的に効果を波及させる取りり組みが進められております平成30年度の当初予算額は4000万円と大きかったことから、議会の中でもいろいろと賛否がありましたが、この事業の実施により、いずれは全県的に効果を波及させるといった取り組みの方向性を掲げられたこともあり、私は最小の経費で最大の効果を発揮できる事業だと思い、 この取り組みに賛成をしたところです、まあ。しかしながら、平成30年度の最終予算額は650万円程度と大幅に減額をされ、さらに執行額としては450万円余となっております。当初予算の約10分の1の執行額であります。そこで、平成30年度の予算額と執行額に大幅な乖離が生じていますが、 その理由について健康福祉局長にお伺いをいたします長健康福祉局長朝ごはん推進モデル事業につきましては平成30年度の当初予算では県内3カ所でモデル事業を実施するにあたり 必要となる人件費をはじめ、食材の購入、運送にかかる費用などの運営費を補助対象とすることを想定し、4000万円を計上しておりました。しかしながら、事業を開始するにあたり、運営費をすべて県で補助するよりも、自立運営が可能な仕組みを構築した方が、その後の事業の継続や他地域への波及につなげられると考え、持続可能な事業スキームの検討を進めました。具体的には、 市長や学校、地域のボランティア団体等と協議を重ね、実施手法について検討を進めるとともに、企業に対して食材の無償提供を働きかけ、実施主体となるボランティア団体等が企業から無償で提供を受けた食材を、学校の敷地内において提供する、現行のモデル事業の実施方法を構築いたしました。その上で、県は、地業を立ち上げ時に必要な施設の改修や備品整備など、 一定のイニシャルコストについてのみ補助対象とすることとし、平成30年度は県内2校におけるモデル事業の開始に必要となる経費の補助を行ったことから執行額としては450万円よとなったところでございます。ありがとうございます。では、はい、あ委員長すみません。えっ、ー、とまあ人件費そして食材等あの学校であったりボランティア団体に、えー、が受け負ったということで執行額が 当初の4000万円から450万円となったということでありますけれども、まあ、しかしながら令和元年度の当初予算額は、えー、と平成30年度の事業の検証を行った上でされているというふうに思いますが、まあ、この令和元年度の予算額も2500万円よの予算を組み立てられています、まあ、しかしながら最終予算額は350万円用、750万円よ執行額は300万円程度と低くなっています。 まあそこで令和元年度の予算額について、平成30年度の執行額450万円余りに対して多額でありました、なっていますが、どのような取り組みを考えられたのか、また令和元年度の予算額と執行額の乖離の理由についても、健康福祉局長にお伺いをいたします健康福祉局長。朝ごはん推進モデル事業は、平成30年11月に1校目。 平成31年2月に2校目の取り組みが開始したところであり令和元年度の予算計上時にはさらにモデル事業の実施校を8校を増やしその立ち上げ費用を補助することを見込んでおりましたしかしながらこの事業を実施するためにはまずは地域のボランティア団体に主体的に活動をいただく必要があることに加えて市長の福祉部門や教育委員会 学校現場の連携協力がが不可欠であるることから調整に時間を要する面がございました、また子どもたちにどのような変化が現れているのか、成果が見えない中では、新しい取り組みに賛同を得にくい面もあり、令和元年度は新たに1箇所でのモデル事業開始にとどまったため、乖離が生じたものでございます2校からそして3校、1校のみしか増えなかったということで。 ありますけれども、まあ、今年度の当初予算額は、えー、570万円余となっています対前年度の当初予算額と比較して大幅に減少をしていますまた来年度の予算額も550万円程度とさらに少なくなっていますまたあの事業の位置づけも重点事業から一般事業に変わっていますまた現在の進捗状況も見て 3年間でモデル校が3カ所と大変少なく、このような状況で、果たして全県的に波及させていくといった事業効果が生まれるのか、まあ、大変疑問であります。まあ、地域全体を巻き込んだ効率的な運営や事業の持続可能性および全県に波及させるといった取り組みの方向性を変えたということでしょうか。これでは、まあ、最小の経費で最大の効果ということではなく、 まあ最小の経費で最小の効果を生む事業になってしまったと言えるのではないかと思っています。まあそこでこの事業の進捗状況をどのように評価をし、この事業をいつまでに県内全域に展開しようと考えているのか今後の方針について健康福祉局長にお伺いをいたします。委員長健康福祉局長 <laughs> 令和2年度の 朝ごはん推進モデル事業におきましてはコロナ禍の影響によって昨年3月に3校ともモデル事業を一時中断しており成果検証には至ってない状況でございます一方この事業におきましては協力企業から頂い,いた食材を各市長の社会福祉協議会を通じて個別の子育て家庭に提供する取り組みも行っておりこれらの取り組みはコロナ禍においても継続して実施しているほか 2月かかららは取り組みを9市町から14市14に拡充したとこ,ろでございますこうした取り組みを通じて県内すべての子どもたちが朝食を食べられる環境を整え子どもたちが能力と可能性を高めるために必要な生活習慣を身につけることがこの事業の目的であることから来年度はその目的の達成に向けて現在の3校でのモデル事業を継続し事業全体の成果検証を行った上で 今後どのようなやり方でその効果を全県に波及させていくことができるか検討してまいりたいと考えております委員長えと、ご答弁いただきましたとおり、まあ、全県的に波及をしていただくのを今後考えていくということでありますけれども、当初の予算額が4000万円と大変大きかったことから、えー、と議会でも大きな議論になりました。もし今のののの執行額であれば、ね、その時の議論というのは えっと視点も違いましたし、えっ、ー、と議論の質も大変違ったのではないかと思っています。また、えっ、ー、と重点事業から一般事業へと変わったということでありますけれども、私の知る限り、委員会等でも詳細な説明はなかったように聞いています。まあ、予算と執行の乖離、そして要因、そして課題を分析して、まあ、次の予算に編成がされるべきであると思っています。また議会で可決された予算でありますから。 まその予算額をしっかりと有効に使っていただくそのことを要望して次の質問に入ります委員長続きまして質問の2番目は運輸業人材確保育成モデル支援事業の成果と他事業への発揮についてです運輸業界では人手不足が深刻な状況であることから県では広島県トラック協会と連携をして業界イメージの向上に向けたプロモーション活動と女性ドライバーの 入職促進を図るとともに、この取り組みを運輸業界以外の他の業界に波及させることを目的として、平成30年度から2年間、国の制度を活用して、運輸業人材確保育成モデル支援事業を実施をされました。一方で、この事業の開始にあたり、多種多様な業界で人材不足が起こる中で、運輸業界という特定の業種に限定して行うことについて、常任委員会で私自身も質問させていただき、 この事業の成果を人手不足が課題となっている他業界にも取り組みを波及させる狙いもあるとのことで、この取り組みに大変期待をしておりました。事業を開始した平成30年度の当初予算額は1400万円、令和元年度では約2400万円と多額であったことから、運輸業界団体においても、この事業への期待は大変大きかったのではないでしょうか。し、まあ、しかしながら 平成30年度の執行額は630万円よ、令和元年度も執行額が820万円よと、当初の見込み通りの執行額とはなっていません。また実績としても、令和元年度は新規雇用創出が5名にとどまり、国における事業継続要件である目標20名の7割の14名以上に達しなかったことで、令和元年度で事業は中止になったと聞いています。このの事業ででは最小の経費で 最初ののの効果すすら生ままれなななかかかったででははいいいとと言える思そこでこの事業について、平成30年度、令和元年度の2年間の取り組みをどのように分析をしているのか、またこの事業を通じて人材不足を抱える業界に対して今後、どのような施策に取り組んでいくのか、併せて、商工労働局長にお伺いをいたします。以<上>商工労働局長 運輸業人材確保育成モデル事業につきましては、人手不足が顕著な運輸業界を取り上げ、女性の人材確保を進めていく計画の下、実施を,実施をいたしましたが、就職者数が目標に達しなかったため、2カ年で終了することとなりました。就職者数が目標に達しなかった主な要因といたしましては、勤務時間や就業エリアなど、勤務条件面が折り合わなかったことなど、柔軟な勤務条件の設定が課題となったと受け止めております。 一方で、業界イメージアップ、合同での業界入門セミナー、面接会、採用者へのスキル等を獲得支援のパッケージ化が人材確保を図る上で、一定の効果を上げたという評価の声も参加した企業からいただいております。今回の取り組みを通じて、人材不足を抱える業界については、業界や業種に対するイメージアップ戦略、企業における人材育成支援の充実や、働く人の状況に応じた終了しやすい 就労しややすすい勤務務条件や業務の設定が重要であると考えておりますこのため、求職者に対しましては、働き方改革実践認定企業における働きやすい職場環境づくりの具体的な取り組み内容や、そこで働く社員の声など、業種ごとの有料事例を、県のホー,ムページホームページであるヒント広島や SNS などを活用して、積極的に発信していくほか、 キャリアコンサルティングによる就職支援を行う中でも、積極的に紹介していくことで、業界等に対するイメージアップを図り、人手不足業種等への労働力移動を促進してまいります。また、企業に対しましては、働き方改革や女性活躍の推進において、経営者層向けのセミナーや、専門家によるアドバイスを行うことで、従業員の価格を定着に向けて、必要な取り組みの理解促進を図ってまいります。 委員長、えー、といろいろとご説明をいただきましたけれども、今回、私自身がますでに終了した事業に関して質問をさせていただきました趣旨というのは、えーと、こういったこの事業が来年度にどういうふうに予算に反映をされているかという点であります。おそらく県がいろいろな取り組みをする中で、この事業だけでなく、他事業でも中止となった事業というのはあるというふうに思います。 まあ想定よりもなかなかうまくいかなかったということはあり得ると思いますけども、まあ検証していただき課題を見つけ次の事業にぜひ生かしていただきたいと思います。またこの有効求人倍率このコロナ禍の状況で少し下がったとはいえ、まあ業種によってはまだまだ人材不足の課題がありますので、まあ課題解消に向けて丁寧に取り組みを進めていただきたいと思います。委員長、次の質問に入ります。え質問の 3番目はイノベーションハブ広島キャンプスの取り組みについてであります。平成29年3月に設置した新たなビジネスや地域づくりなどにチャレンジする、多様な人が集まるイノベーション創出拠点、イノベーションハブ広島キャンプスにおいては、多様な人材、資金、情報等を集積、結合し、新たなつながりやイノベーションが次々と生まれる好環境を形成することを目指しており、開設してもうすぐ4年が経過をするところであります。 これまでの4年間でかかった経費を見ると、広島市の神谷町に所在する事務所の賃料に約7800万円、その他、企業・新事業展開に関する相談や、会員同士のネットワーク構築などを促進するためのコーディネーターの配置にかかる費用に加え、交流イベントなどを含めた経費に当初予算ベースで約2億7300万円となっています。先輩企業業家ととをを目指す人との交流などを通じて、平成30年度では、 10件、令和元年度においては20件の事業が創出をされていますが、具体的な経済効果はどの程度生まれているのか分かりません。また、この取り組みで県が目指すべき最大の効果が発揮される状態とは、広島キャンプスのようなイノベーションの創出を目指すハブ拠点が全県的に配置をされることだと私は考えますが、取り組みの最終的なゴールがどういう状態になることをイメージをされ、 また、終了時期をいつ頃と考えているのでしょうか。そこで、これまでの取り組みをどう評価をし、またこの取り組みを県がいつまで継続をして、実施をしていくつもりなのか、今後の方針について、商工労働局長にお伺いをいたします。以<上>商工労働局長 イノベーションハーブ広島キャンプスにつきましては、開設後、約4年を経過し、会員数は約2000人となっております。また、企業経営者や企業家による講演会や、新規事業のアイデア創出、マーケティングを支援するプログラムや相談などに、延べ約3万5000人の利用者があり、本県のイノベーション創出の好循環を形成するためのハブ機能を果たすとともに、そこで生まれた ながりから新たな事業も創出されていいるところでございますさらに、キャンプスへの相談をきっかけに、海外スタートアップ企業が日本での拠点を広島に置くこととなったことや、昨年7月に内閣府が全国8カ所を選定したスタートアップエコシステム拠点都市に広島が選ばれた際には、キャンプスが設置されていることが評価の理由の一つであったことなど、キャンプスが本県のイノベーション推進に寄与していると考えております。 一方で、本県のイノベーションエコシステムの形成に向けましては、新たなアイデアや価値が創造されてはいるものの、イノベーションが次々と生まれる状況とまでは言えず、こうした活動やコミュニティをより活発で持続的なものにしていくことが課題であると認識しております。そのため、本県において、次々とイノベーションが創出される好循環を生み出していく上で、さまざまなつながりの創出や、 高い志を持つ人材の集積交流などが生まれる拠点機能を持つことが重要であると考えており、今後、アクションプランの期間である5年間において、イノベーションエコシステムの形成に向けた取り組みの進捗状況を勘案しつつ、キャンプスの在り方について検討してまいります。また、こうしたキャンプスの取り組みが地域の取り組みも波及し、例えば東広島市が設置している東広島イノベーションラボ、未来のや 福山市や野道市での民間の交流施設の取り組みなどにもつながっており、こうした県内のイノベーション関連施設などとも、効果的に連携しながら、県内全体のイノベーションエコシステムの構築につなげてまいりたいと考えております委員長、<上>今、質問させていただきましたがキャンプスもう5年目を迎えるということであります。まあ、いろいろあの国からの評価も高いということでありますけれども。 えーと私自身、広島市の中心部でなければ、まあ、広島市が拠点でなければ、イノベーションは生まれないかというと、そうではないというふうに思っています。えー、ご答弁の中ではありませんでしたけれども、えーと、県がいつまでこのキャンプスの事業をやっていくかということは、今、まあ、道筋を示していただきたいと思います。ままたた質問のの時もも言いましたけれどもハブの拠点が私自身 これ、全県的にいろいろ広がっているというご答弁もありましたけれども、まあ、全県的にそういったイノベーションを生むハブが、えー、設置をされるというのが最終的な成功のイメージなんだろうというふうに思います。まあ明日の、えー、と質問でもさせていただきますけども、えーと、県の方で広島ビジョンで掲げられています、適、ま、切、あ、な地域づくりを目指していく、フロントランナーを目指していくということでありますけども、まさに こういったイノベーションのハブが全県的に展開される中でまあ適算ということにつながるんだと思っていますまたあの AI や IoT 分野のこの実証実験で今広島県として力を入れられています広島サンドボックスに関しましても広島サンドボックス協議会の運営はまだ県が担っているというふうに思いますけれどもこれもどの段階でこういうふうにあの民間へ移行していくかということも ある程度、えー、事業が進む中で、お示しをいただきたいと思っています。えー、と今日あの3問の質問をさせていただきました、えーと、朝ごはんの推進と、あと人材確保、それと、あとキャンプスの事業、3つですけれども、まあ、それぞれ大変素晴らしい事業であり、素晴らしい取り組みであると思います。まあ、今回、3つの質問だけでしたけれども、まあ、県全体の多くの事業の中の一例に過ぎませんけれども、 すべての小さな予算、大きな予算、すべてにおいて、すべての事業の細部に課題があり、それをしっかりと分析をしていただき、そして議会へ丁寧に報告をしていただく、そして議会と今まで以上により良い議論がされることで、一つ一つの取り組みというのはより良い方向へ進むんだというふうに信じています。まあ、新しい取り組みをされる時に まあ、県の執行部の皆さん方はあの、議会委員会等で大変丁寧な説明をしていただきますけれども、まあ、その進捗に関して、どこまで丁寧に、えー、とご説明をしていただいているかというと、まあ、少し足りないのではないかというふうに思います。まあ、湯崎知事が掲げられる PDCA サイクルを回すということですけれども、その C のチェックの部分に関して、議会委員会で丁寧にご説明をしていただくことで、 まあ大変まあ厳しい財政状況でありますけれども、それをしっかりと議会と執行部が両輪となり乗り切ることができると思いますし、まあその中で選択と集中を図っていくということが必要なんだというふうに思っています。また、えー、執行部の皆さん方が取り組みの評価をされるときに、先ほども答弁でありましたけれども。 一定の評価を生むことができたという答弁を、よく私自身も議員になって聞くことがありますけれども、この一定の評価という言葉自体を、できたらやめていただきたいなと思っています。やはり、すべての取り組みに関しては、各部局で最小の経費で最大の効果を生むための取り組みだというふうに思いますので、仮に最小の経費で最大の効果が生まれなかった場合には、 なかなかこの事業はうまくいかなかったということを真正面から反省をしていただき、それで議会と議論をして、新しい次の取り組みにつなげることが必要であると思いますので、そのことを最後、要望させていただきまして、今日の質問を終わります。